はい、どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それでは今日もね、詰碁講座ということで関西風の問題ね、またやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日もね、私はね、横浜囲碁サロンでたくさん打たせていただきまして、今日はね、8局打ちましたね。8局打ったんですけどね、まあこの YouTube のおかげもあってですね、本当にたくさんの方がね、指導碁の方も申し込みいただきまして、今回ね、88歳の方とね、92歳の方もね、指導碁を申し込みいただきましてね、本当にね、ありがたいですね。囲碁は本当、でもいくつになってもね、まだまだ伸びますし、楽しいゲームだと思いますんでね、ぜひとも今回もよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ左下からいきましょうか。黒番で、さあ白を取ることができます。まあ余裕のある方はもちろん右側もね、一緒にやっちゃってもいいですし、まず左側からね、答えの方見ていきますんで、はい、まずね、解いてみて、動画ゆっくり考えたい方ね、動画止めて考えていただければと思います。今日来たね、88歳の方、この動画を止めてっていうのがね、難しくてできないっていうことでね、ちょっとお伝えさせていただいたんですけどもね、縦棒2本のとこね、それまあ触っていただくとね、ちゃんと止まりますんで、 iPad とかね、タブレットで見てる方、一回画面触るとそれ出てきますんでね、ぜひともやってみてください。はい、それでは黒番、正解の方を見ていきたいと思います。まあこれね、取りたいわけですから、まずね、スペース狭める手から通常考えていきます。はい、例えばこんな風に一本ずつ狭めたらどうかなと、まあ実戦ではこういう手から考えるわけですけども、ただまあ4個ね、ありますから、縦4個、まっすぐの4個というのは生き形ですから失敗ということになります。はい、なのでまあ当然やっぱこういうね、ただまあまずは基本そういうところからの確認ですね。はい、ではじゃあどうするかなということになるんですが、まあ、こちらのね、2の1詰め子の急所は2の1なんてね、格言もありますけども、これもね失敗で、この場合はこのように打たれて、まあ、その後出てもここに1眼で、ここにも1眼ありますね。このように打って1眼できますね。間に入っていても切られてしまいます。ですからこれで生きられてしまいますから、ここでふと思うのが、じゃあこっちはどうかなと、今ねここに打ったらこれで失敗でしたから、じゃあこちらでどうかということなんですが、この手が正解ということになります。さあ、これに対して白の応手はね、いくつかパターンがあると思いますけども、例えば、まあ、このようにね、一目を取ってきた場合にはですね、まあ、ここに隅に1眼ありますが、これは出まして、その後、つなぐよりないですね。これね、隅の1眼を守るために、そこでね、こう割り込むことができるんですね。割り込んだ時に、白さんは切りたいんですが、切ると、ドカーンと取られてしまいますね。はい、ですからここで白はこっちを取ってくれば、つないでおいて、欠け目にできますよ、ということになります。はい、ではこのようにつけた時に他の変化も見てみましょう。他はですね、あとこんな風に、まあ、広げてね、じゃあさっき狭められちゃったから広げてということであれば、今度はこちらの方に伸びておけばいいですね。これで、例えばこれは、まあ、こんな風に打てばすでに中手ですし、まあ、こちらに打てばここにね打てばいいですよね。はい、まあ当たりしてもいいですね、これね。どこ打っても大丈夫ですね。当たりしてでもいいですね。あとまあ広げてくる手に対してもですね、これもですね、こちらに打つ方がいいですね。で、ここに打つと、白はつなぐよりありませんから、ここで、打って返しがありますからね。ここで、何かこっちが打っちゃうと、こう、打って返しの形ですよね。ですから、こう、つなぐよりありませんので、これでこの形はすでに中でということになります。はい。これは、いつでも黒は取りに行けますからね。はい。なので、白は打つ手がありません。なので、ここちょっと注意ですね。この時に、こっちに打つと、これは曲がった4個とまっすぐの4個で石。ですから、こっちから打って中手にするよということになります。はい。で、他の変化は、あとは何でしょうね。あと、まあ、つなぐぐらいですかね。まあ、つないでくれば、今度は出てから、このように打てば取ることができますということになります。はい。ということで、今回はこちら、つける手が正解ということですね。はい。では、続いて右下の方に行きましょう。さあ、これもね、ゆっくり考えたい方、動画を止めて考えてみてください。さあ、これもですね、やはり外から行く手を考えるわけですけども、これには抑えられてまして、今度は曲がった4個ですね。曲がった4個も生き形になります。ですから、これも失敗ということになるので、さあ、ここでどうするかということですが、ここで割り込んで、じゃあさらにもう一本行ってみたらどうかなと、これもやはり繋がれてですね、この1目とこの3目の真ん中がね、見合いになってしまいます。こちらに行けばもちろん取られて失敗ですね。はい。で、ここを繋げば、このように打たれて、これもやはり2眼ということで、さあ、急所が見えてきました。これで、こちらの方が、付けが正解ということになるわけですね。なんとなく似たような問題になってきますけども、ここで付けておきまして、白が例えばこのようにね、打ってくれば、今度割り込んで、白やはりここに入ったら、ボンと取られてしまいますね。はい。ですから、まあ、繋いできてももちろん繋いでおいて、中手で取ることができます。はい。ということで、まあ、白があとはもう一杯広げてくる手ですけども、これもやはり当たりして、繋いできたらもうね、
これはドカーンと取れてしまいますね。はい、ということで、まあ他の変化はちょっと考えにくいかなというところですね。はい、ということで、まあ詰碁の方もね、本当苦手だよなんていう方はね、本当に結構多いんですけども、やっぱりちょっとずつね、解いていくことで、これももちろんね、読みの練習になることは間違いないと。まあ、プロの先生とかね、やはりおすすめの勉強法で聞くと、詰碁って本当にね、一番多く返ってくる、答え。まあ、やっぱり間違いないと。特にやっぱ終盤でね、結局碁って動きやすいので、いくら序盤ね、序盤中盤、形勢良くてもやっぱ終盤でこう、詰碁が出てきて転んでしまうってケース非常にね、多いですから。詰め子もやっぱりね、コツコツとやっていくことが大事なのかなと思います。またね、あんまり難しすぎる詰め子ね、やるとやっぱ嫌になっちゃいますから、なるべくこう、本なんかで言うと7割が8割ぐらいはできそうだな、みたいな本を購入して解いていくっていうのがね、おすすめの詰め子のやり方になるのかなと思います。はい、それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ですね、いろんな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録、並びに高評価、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。